皆さんこんにちは。今日はトンボが賑やかに飛んでいるところを描きたいと思います。とても簡単ですので描いてみてくださいね。目玉を描きます。目玉は最初に細い線で丸を描きます。細い線は筆で描くのが難しい場合にはボールペンで結構です。細い線で丸を描きましたらそれを2つ描きます。中に黒い点を描いて目玉にします。背中に三角を描きます。位置を工夫して空間が生きるような配置にしてください。それから羽は一筆ずつで描きます。平行でないので角度をよく見てくださいね。これを覚えておくとちょっとした封筒の隅やギフトカードなどにちょっと使うのに便利です。トンボだけでも素敵になりますので描いてみてくださいね。赤トンボの場合には赤で尾を描きます。最後に羽の先に黒い部分を入れます。それをたくさん描いていきます。トンボは風景に入れたり花と一緒に組み合わせたりトンボだけで使ったり可愛いと思います。いろいろな利用方法があると思います。ワンポイントで使うのも可愛いです。これで完成です。下絵がありますので説明欄からご覧ください。絵手紙妙花では簡単な絵手紙から本格的な絵手紙まで書いております。よかったらチャンネル登録お願いいたします。それではごめんください。